北海道小樽市で行われている王位戦七番勝負の第3局。4連覇を狙う藤井聡太七冠は挑戦者の佐々木大地七段を相手にここまで2連勝。勝てば防衛に王手がかかります。ほぼ互角の形勢で迎えた今日の2日目、藤井七冠の封じ手が開かれ対局が再開しました。封じ手は18、同香。中盤の難所に突入し、佐々木七段が2時間を超える大長考。持ち時間を大きく削りました。ちょうどその頃、瀬戸市立後半小学校、藤井七冠の母校です。児童およそ20人を対象に将棋教室が開かれていました。講師は藤井七冠の妹弟子にあたる中澤沙耶女流二段。今はね、どんどんなんかこうやって前に進んでいく攻めもあるんだけど、まあ、藤井先生好きなんだけど、そういう大盤を使って駒の動かし方や戦法を解説。駒の役割などは初心者でも分かるようお金に例えて教えていました。さらに初めての子はね、多分この段階でもうプルプルだよ、手が多分駒の持ち方まで手ほどき。かっこよく指せた方がいいですもんね。さあ、しっかり基本を学んだら中澤女流二段との指導対局に挑戦。藤井七冠の戦いの裏でここでも熱い勝負が。金がこっち来る。6年生の水野陽介くんと名和春樹くんペア。中澤女流二段の手駒が8枚少ないハンデをもらって挑みます。先生の失敗を誘ってたけど、穴熊って言って王とかをこちらへん持ってきて、 あんまり取らさせないっていう戦法に変えようとしたんです。なるほど。記者も圧倒されてしまう作詞ぶりを見せた名和くんでしたが、穴熊しようとしてるさすがはプロ、すぐに見抜かれてしまいました。それでもいい手を見つけるコツを教わり、勝ったハンデがあったとはいえ、相手はプロなので勝てた時は嬉しかったです。将棋に熱中するみんなにとって先輩藤井七冠はまさにヒーロー。やっぱりもちろん地元の藤井聡太さんに憧れています。何も言えないぐらいすごいですこのまま勝ち続けたらもう全勝できるんじゃないかな。オセロ将棋クラブを担当していた中里先生も当時の人気ぶりを振り返ります。他の子も聡太くんの相手をしたいということで、まあ、こうみんなでこう囲みながらみたいな感じで将棋は指していました。後半小学校一度みんなで応援しています。